いや、ちょいよ、来期のですよね、今日もやっていくんですけど、今日はですね、今、バランス調整が来ましたということで、まあ、昨日ね、バランス調整が来てから1日、経った状況なんですけれども、ナイトと、進化ナイトと進化バーはですね、緊急加報されて、今ね、環境ね、ゴロッと、変わったと思うので、早速ね、流行りのデッキ見ていきましょう。ってことで、これがね、グロ1位からね、こう使われてるデッキのリストなんですけど、見ていきますね。ババナイト、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 ババナイト、ババナイト、ナイト、ロイジャイナイト、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 ということでね、今、環境ナイトで溢れてます。はい。まあ、わかってましたね。皆さん正直。まあ、足りない加法だけど、まあ、ナイト買ってない人と買った人、どっちにもなんかこう、よく見えるような調整というかね感じだったので、今日はね、まあどれぐらい変わったのかっていうことをね、生態調査していきたいと思います。ってことで今日使っていくのはこちら、ババーラバー。これあの1位が使ってたラバですね。で2位が使ってたコカツ、3位が使ってたねディガーボールブレイカーと、まあ、今の環境の本当に3大点ですね。はい、このラバー、コカツ、ウォールブレイカーね、今めっちゃ多いのでね、じゃあラバーから使っていきましょうか。いきましょう。いやーでもね、いや個人的にはババちょっと変わるんじゃないかなと思いますね。どうなんだろうね。まあ俺的にはやっぱり使ってるババの方がよく使ってたんだけど、まあ、なんかやっぱ 1.5 倍から 1.35 倍は結構変わるんじゃないかなと思いますね。そもそもね、前シーズンとかでもまあロイジャイとロケホーに次いで3番目の強さだったわけだから、ババはね。そうだから、で今回はナイトの次に強いって今立ち位置なんだけどね、まあ、周りが加砲されただけっていうところもあるので難しいところ。いやーこれなー、だるいね、そのすけ。いやこれね、無視してケツラバ行こうか迷ったんだけど、フェニックスが復活されちゃうとね、もうちょっと困っちゃうので、まあ、ここは行きましょうか。さあ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 、こうラバ行ってあげて、おっとどうしてくんだ。はい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 。なるほど。おお、フェニックスをそこに当ててくるタイプ、珍しい。これちょっとうざそうじゃない相手。うわ、グロ。いや最悪だわ。うわ最悪、マジで最悪ですこれ。いや、ディガー行くべきだったかな、今の。いや、正直、ディガーの方が良かったか。いや、殺してたとしても、ディガーの方が良かったかもしんない。まあ、ここはインズラで、ずらかっていきます、これ。最悪やー、マジで。しかも、次、進化撃ね、ハーク。まあ、でも俺も進化ババなんで、進化撃はね、正直、タワー、削られると思うんですけど、もうね、許容して、進化撃はタワー打った後に、はしまいババしとけばいいんじゃないかなと思います。ってことで、ここはケツ行きましょう。よいしょ。で、フェニックスがいるんで、まあ、スケドラ出してからの、スケドラに対して出してきたフェニックスにフォアを当てる。これの方が、いいのかなと思いますね。大丈夫そうかな、これ。ちょ、待って。怪しいな。待って、ごめんなさい。これは竹取るわ。さすがに。おう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 。やってくんね、君。結構煽ってくんね。はい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 。なるほど、なるほど。いや、これ、はしめラバ行くか。で、ここで、フェニーが来るんすよ。俺は分かってる。あぶね、かすった。延命？来ない。来ない。さあ、ここで、延命が、さあ、来ました。これマジでディガーで剥ぎ取りに行けそう。剥ぎにできそうだぞ、相手。で、これしかも、めっちゃいい矢波が打てる。さあ、ここで、にゃー、矢波が下手。これ、アイスピを、噛み締めていきたい。これ、相手がアイスピ出して、いや、ライトリングだからな。これ、ババアが、ブチブチに刺さってる。さあ、これ、一旦墓石でね、集中しましょう。まあ、これは、一旦、後ろから行って、これさ、確かホバよりババの方が体力高かったんだよね。なんで、ここライトニング来ると思うんで、これババ。はい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 。で、ババで飛来心してあげて、さあ、ディガーからの、ここは、アイスピ。にゃー、スケアイスピで受けてくると思ったんだけど、
じじー。はい、ありがとうございます。さあ、そんな感じでね、どんどんやっていきましょう。ちなみに、親知らずちょっと、わかるぐらいになってきたね。なんか食いながらやってるっていうぐらいにはなってきた。けどなんか、思ってたほどやっぱ腫れてはないかな。だから普通に、なんでかわかんないけど、右のほっぺも普通に膨らんでんだよな。なんでなんだ、これ。さあ、ババじゃねえ、ラバはね、やっぱ初手からガンガンね、動いていくのが強いんで。まあ、高回転よりももうちょっと待っていいけどね、初手で、ババセパはやっぱやった方が得なんで、まあ、相手がね、今やってるんで同じ状況なんですけど、相手がもしできなかった場合ね、もうこっちだけ一方的に有利な状況でラバ展開ができるんで、まあ、ババ持ってるデッキの時はね、基本やった方がいいですね。なんだこれ、相手のデッキ。ラバクロ？さあ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 、ラバクロっぽいね。いやーこれ、ラバクロだった場合、相手の方が溶かすのが早いんで、で、ホバ切ったんでしょ？ってことは、ベビドラ、ランバークローンとかがね、多分来ると思うんですよ。からのコウモリ追加みたいな。で、これ完璧に守るの基本無理なんで、はいはいはい。まあ、インドラ、だけ当てて、はいはい。いや、こういう防衛が絶対いい。で、ここでコウモリが来るんで、これやなめね、速攻。はい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 。で、あとで、これで、相手にファイボカやなめを使わせる。オッケー。で、ここでババぶっ刺すんですよね。左。いや、これめっちゃ完璧な流れだぞ。一応ベビドラ、回ってるかな、これ。回ってそう、じゃない。金味がいたか、これ。いやー、どうしよう。これ、どうこのホバ。いや、熱い。熱そう。相手呪文ないから、これ。剥げるんじゃない？いや、剥げてる。涙ぐんでるぞ、これ、相手。オッケーオッケー、涙出てる。え？しかも。え？スケドラとホバで勝てんの？ベビドラに。強っ！ちょっといい許容しちゃったね、これ。まあ、正面から殴り合うとね、基本ラバってなんか、お互い空、ラバで空のね、ユニットを止め合うんだけど、やっぱクローンの方が火力が高いから、まあ、今回はインドラ一本背負いして、はい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 。だいたいファイボなんで、スケドラね、一緒につけないようにしていきますか。で、これ、なんかやることないんで、宝石を適当に割いて、OK。いや、めっちゃいいね、これ。ちゃんとユニットがね、残るようにしてあげて、で、ここは、背負い投げします、これで。オッケーオッケー。で、そうすると、ホバが結構削れてるんで、オッケー。ホバ削れ。オッケー、いいね。ここはワンチャンタゲ取ってくるかなって思ったけど、オッケー、じゃあ行きましょう、これ。ワンチャンこれはタゲ取ってからのコウモリがあるんで、オッケー。これはヤナメ即打ちして、はいはいはい。で、これベビドラに対してホバ当てる。これコウモリがないんでね、このホバに当てるカードが相手渋いと思うんで、さあディガ裏に投げる。ババが活躍してない。ババが全然活躍してないけど大丈夫これ。いけババ！ここで活躍します。でも相手も余裕でこれ受けられます、ちなみに。おっと、コウモリ出したから。オッケー、はみ出してる。はい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 。で、これで、スケドラ出して、いや、ワンチャン真ん中ババ、ホバとかあるかも。オッケー。まあ、これファイボ切った後なんでね、締め上げていきましょう。うわ、怖っ。いや、怖い。おい、怖いことすんなよ、あんまり。怖いって、マジで。オッケー。いけ。やなめで、刈り取り。ジジー、ありがとうございます。いや、これはね、勝てるのね、結構、すごかったんじゃない今の。いや、ベビドラがね、やっぱちょっと辛いんですけど、まあ、同彩言ってたら負けてたかな、やっぱ。クローンの火力で。ランバーベビドラクローンにね、ヤナメ打った後の、コウモリ追加で、ハゲワシにされるんで、っていうのはね、まあ、置いておいて、ババはまあ、大体、わかんなかったっすね、違い。ちなみに。全然気づかなかったわ。ってことで、ナイト使っていこう。まあ、今回のね、基本ナイトなんで、今回の動画の中心は。まあ、相手もババだったけど。さあ、俺の上手すぎる枯渇見せます。俺ってあんまり枯渇のイメージないと思うんですけど、上手すぎるんで、マジで失神しないように気をつけてください、本当に。さあ、プリンセス出して、まずは挨拶。
これは挨拶です。挨拶は基本。サニーアツ、これでかい。これ見て相手のダメージ。4000からもう600削れてんだよ。やばくない？マジで挨拶が効いてる。さあ、これは墓石なんで、相手は、おそらく、遅延つけるかな？で、ここでまず胸筋を動かす挨拶ね。おっと？なんだこれ？スケラか。スケラ、タルなのかな？雪玉を攻めで撃たれると、すっごい嫌なんで、ここはちょっと、攻めバレル行って、プリン。取るね。ちょっと待って。やべ、失神しそう、俺が。ちょ、プリン、頑張れよ、お前。君、全然ダメだね、本当に。何もできないんだね、プリンセスって。これ、ロケット撃とうか迷うな。てか、トレに入ってんだけど。なんかアウトロー取るねって何？さあ。いや、まあ、ポイズンはあるだろうけど、いや、フリーズかワンチャン。いや、ないな。フリーズはない。タルババはない。なるほど。ってことは、ここに、まあ、さすがにウッドは打って良さそうだけど、ここやっぱね、プリンセスの耐えがうざそう。じゃ、相手の顔見たいんですよ、俺。ここはさすがにポイズンね。さあ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 。歩け、早く。やばい、こいつ歩いてないと、魅力が足りてない。はいはいはい、いいよ。さあ、これで、でも相手の樽がないことは分かった。ポイズン。やばい。やばいやばいやばい。これなんかいらなそうなんで、ウッド我慢します、ここ。はいはいはい、オッケーオッケー。簡単簡単。こういうのには絶対にロケット打つ。これ約束な、俺と。あ、これてかあれか。遅延スケラってよりも、そっち寄りの、あれか。ボーラースケラフリーズの、なんか中身を改変して、あーむずい。じゃあバレルの位置はね、でもずらしずらしでいきましょう。いや、うざそううざそう。いや、いいね。スケキンが？オッケーオッケー。ちょっと待って、これまずいか、さては。やばい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 。一見ね、ダメージ入ってる。でも待って、逆サイ見てこれ。やべえ、相手盛り上がってきてる、だんだん。はいはいはい。最大ね。最大ちょっと右を守りたいんだけど、あっちも守りたいっていう欲張りの。これプリンセス出したらうざそうだね、相手。いや、この同時がうざいのよ。いや、ただ、いや、これ使うしかないか。これちょっとまずそうだな、これ。待って、これ大丈夫、これ。いや、オッケー！タゲが裏に移って、え、待って、は？待って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 、なんで？え？待って、俺。え？なんでこんな食らってんの、俺。おい、おかしいって。うんえ。火砲が足りてねえ、火砲が。よし、ってことで、マジアチャウォールブレイカーをね、やっていきたいと思います。マジアチャウォールブレイカーだったら、任せてください、本当に。でも多分、ナイトがね、強すぎて、みんな失神すると思います。てか、マジアチャウォールブレイカーが上手すぎて。マジで、ディガー飛ばしていこう。ナイトあんま変わんないか、さては。さあ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 。おー。さあ、すごいね、これ。まあ、ええか。
深いだろう、このディガーはさすがに。やばい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 。まあ思ったより、でも相手別に打っただけスキルだしな。もうきつかったな、普通に。嫌だった。嫌な思いしたわ。さあ、ここはウォールブレイカーで受けながら、逆サイド。まあ墓石かなぁ。はいはいはい。これ入りそう。嬉しい。入れ。はい！いや、でかい。ナイト出して、まあ多分、ウォールブレイカー投げつつ、どうせキング起動はされる気はするんだよね。いや、めっちゃいいぞ、これ。てか、ウォールブレイカー強くね。ナイトより強い可能性出てきた。一旦ね。これ進化ナイトなんで、このターンは相手が、相手もか。ちょっと攻めづらい気はする。はいはい。タルババをぶち抜きたい。お、なるほど。やばこれ。これやばい。やばい。ナイトお前、どっか行け、どっか行けお前。最悪。ちょっと痛いってマジで。結局同歳かこれ。やばいんだよね。ちょっと待ってねえ、本当に下手なんだけど。ちょ、マジ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 、俺真面目にやってっから。笑い事じゃねえんだよマジで。あー下手すぎる、勘弁してください。うれ、やばい、やめて。このナイトに打たれたらひとたまりもねえぞこれ。ブリ、やばい。あしっかりご褒美までもらった。おい、いい、ダメだったこれ。しっかり漏らしたわ本当に。いや、ちょ、これマジでウォールブレイカー違ったわ。ナイトの、いや、違くないわ。ごめんなさい。違くなかったです、全然。ナイトの本領が発揮できてないと思ったら、普通になんか、いろいろやらかしてました。ちょ、マジで許してほしい。ちょ、これ違うんだよ。こんなもんじゃない、ナイトの本来の強さは。てか、相手の、あ、ナイトマジぶち壊れすぎだろ、相手の。待って、これ。レリーゴブ、ディガー行きましょう。さあ、雪玉だけで来るよね。素晴らしい。さあ、ただ、雪玉ファイボってのはちょっと考えにくい。スケラでしょ、絶対。なので、ここにマジアチャを出して、オッケー。ここにナイトを出して、まあ、ウッド打ちますか。ああ本当はキング起動したかったんだけどね。相手の、チンパンジー攻めに。さあ、これは、本命は右です、これ。見てこれ。すんごいんだから、ほんとに。あれ？思ってたんと違くね。さあ、ここで、やりごぶ出す。雪玉来い。おっと？絶対雪玉と間違えたな、お前。それ。俺にはわかるぞ。なんか出してきたから、マジでね。ここで矢雪があるんだ、相手は。
あ、やっべ、マジもう、ちょ、マジ、汚い、本当に。最悪。ほら、いや、これ強い。はい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 、どれ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 、ほら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 、さあ海外の挨拶もしてあげて、しっかり。素晴らしい。いや、うますぎ、防衛ねえ。勘弁してよねえ。本当に。どうなってんだって話よ。これ。はい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 。いや、いいんじゃない？で、相手はこれジャイスキラーしかないから、ここにボブタワー。GG。ここに置いたら、相手が足早からジャイスキラーっても、ジャイが自陣に入ってこないから守れる。GG。よし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 、こういうのでいいんだよ、こういうのでいいんだよ。おじさんが走ってくるぞ。これラッパかよー。一回出して、本当は、てかでも高めだからな、アラバ。おお。まあ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 、これ逆のね、ババを守んなきゃいけないんで、効率的な仕事ぶりのキャリアウーマンプランでいく。オッケーオッケー。もう一発、オッケー、ナイス。いや、これ言ったら、まあまあまあ、でもいいや。ちょ、相手の呪文見たい。ファイボだったら、オッケーオッケーオッケー。いや、これいいね。めっちゃいいめっちゃいい。ってことは、ファイボっぽいね。ヤナムだったら今打つからね。ザップファイボね。まあ、墓石だし、当然か。はいはいはい。これ、ジーアチャで、ぶち抜きたいね。いやー、ファイボ来ると思ったけどなー、来ないってことは対応されるね、これ。さあ、ただ行って、これはあれ、え、強えな、それ。いや、ちょっとミスったな、俺。じゃあ。やば。でも、矢の飴を切って、ザップを切っているから。やばい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 、間に合い間に合い間に合い、最悪。ちょっと待って。なあ、もういい。やりごぶ弱っ。検証結果出ました。しょうもない。しょうもないです。こいつがね、こいつがしょうもないです。検証結果は。ナイトとババをね、試した検証結果、こいつがしょうもなかったです。ってことでね、変わんないか。環境。変わんないわ。はい。なので、皆さん、まあでも、いいんじゃないか。ちょっと弱くなったし。ちょっと弱くなったけど、環境変わんないぐらいでいいんじゃないか。
ということで、また明日会いましょう。お疲れ様でした。